ひさしさん、のみずさん、初夏堂弁当さん、すけさん、貝殻、ありがとうございます。新しいギフトか、ありがとうございます。前髪かわいい。もう今日も湿気で終わってます。でもかわいいならよかったですかわいいならよかったです。みくちゃ力不足で、いやいや、みくちゃ、そうだ、昨日10時に終わったのか。まあ2位、2期生は2位という結果でした。ありがとうございました。眉毛かっこいい。見えてないじゃん、ほぼ見えてないじゃないか。大雨だっけ。なんか雨でしたね。ショールームお久しぶり。確かになんかね、ミクチャを配信したらもう配信した気になっちゃうというか、そんな感じで。そんな感じでした。あとはまあ時間がなかった。広島雨すごいの。いや、今は全然そんなことないけど。今日は眠すぎてだいぶ脳がもう停止しています。ライディーンさん、かわいい人たくさんありがとうございます。ピレシさん、タツノオトシゴありがとうございます。これはまあ、チンアナゴでいいかな。見てみよう。新しいギフトかも。全部海っぽいギフト。ファンタジーアクアリウム。チンアナゴ、あ、チンアナゴだ。イギータさん、チンアナゴありがとうございます。新しいギフトですね。福岡のカフェ詳しいのですか。そうね、福岡のカフェ割と詳しい方かも。福岡のカフェもいた。福岡のカフェも定期的に調べるのでね。
そう、早起きだったか、眠たい。そう、セトラブ投稿したのでぜひいいね押してください。福岡の街並みおしゃれかなぁかなぁとか言ってかなぁ。セトラブあと6分で3番勝負の一番勝負の投票が終わる、投票時間が終わるので、ぜひ投票してない方、田口麗華さんに投票してください。ストラブのなんかこの項目のずっと最後の方まで行ったら出てくるチャレンジってところです。そちらから投票お願いします。ゆうちゃんハートありがとうございます。あと5分で終わりなんですよ。投票時間が8時半までなんですよ。投票しました、投票済みですって方です。うつごろの形のむっちゃんまんじゅう知ってますかって。知ってます。そう、広島にもできたよね。行ってはないけど知ってますよ。ツゴロの形のやつ、ツゴロの形のやつ。ボルシチはどうでしたか？ボルシチは普通にビーフシチューって感じでビーフシチューって感じで美味しかったですよ。ストラブが重たいのはまあもういつものことなのでお気になさらず。気になさらず。そう、ハム卵とかあるよね。むちゃまじゅうの話ね。ボリシチはロシア料理。
そうだよ、この投票でとかで CM なのに乗れるかどうかやばいよね。そんなストラブで表紙なんてすごいね。 CM なおさん太っ腹って感じ。そう、めっちゃビーフシチューでした、ボルシチめっちゃビーフシチューって感じ。なんかでもおしゃんな感じでレモンとかも入ってた。自分だけではなかったのね。全然そうなんですよ。いつも重たいみたいです。そうさもやけんね、投稿に時間がかかるんですよね。今動画を載せれるように検討中です。サラは20日に私服演技、私服じゃない、ファッション演技対決の2番勝負に出ます。いいタイミングですが始めたね。確かに。あ、パソコンはサクサク動くんだ。そうなんだ。投稿数は週に2回までがポイントに入ります。なんでイベント期間は週には投稿しようと思ってます。週に2回。何時からかは分かりません。まだ知らないです知らないです。そう、2票なんか、あ、そうやね、確かに演技と演技部門とファッション部門、まあ関係なく投票してくださいなんですけど関係なくどっちも投票してくださいなんです。スマイルさん、おいでます元気さん、バラは甲子園のホテルアカデミーさん、ティネさん、バラありがとうございます。得意の演技ってバカにしていますね。さてはバカにしていますね。バカにしていますね。見たこともない、したこともないけどしたこともないけど、全然で応援してるよ、ありがとうございます。まあでも演技力とは言ってもそんなガチガチなやつじゃないと。昨日のストラブ配信もめっちゃゆるかったって聞いたので、まあゆるゆるなゲームなんでね、ゆるゆるなやつだろうと思ってますね。最近ホラー映画見ましたか？急に見てないです急に。クアトロで見た？絶対見てないよ。演技とかしてないもん絶対してないもん。
昨日のゆるゆるだったね、聞いた、ゆるゆるだったってやけ、まあゲーム感覚でしょう。全然でいいでした。ありがとうございます。確かに B スタイルの CM でやったけど、あれは喋ったりはしてないから。あ、でもしたけど、まあそこ映像は使われてないか、その喋った音声か、音声は使われてないかな。えんちゃん可愛い人ありがとうございます。重たいよね、見るのも。一苦労。音声のない演技はアイドルには必要？必要？必要なんかな。最初のロードがめっちゃ長い。最初のロード？最初のロード？最初のロード。ゆうちゃんバラありがとうございます。誰が早く涙を流せるか対決。あー、なるほどね、そういうことか。あるかもしれないですね。王さんハート、奥行きさん、タツノオトシゴありがとうございます。ミュージックビデオが多いから。あ、なるほど、確かにそう考えたらまだ演技という演技の MV はあんまりスティール演技系っていうかないのかな。確かに確かに。
コの MV で教室で演技し勉強してる演技、あんなちょっとでいいんですかあんなちょっとの演技でいいんですか、あれを演技に入れるんですか、入れてくれるんですか、逆に。ほんのちょっとほんのちょっとじゃない。何トラマイ流みたいな世代がバレますね。何それ、分からん、わからないのでスルーしていました。そうだよ、セリフあるのとないのは全然違うよ、全然違うの。今日もカクカクしてる。朝香さんハートありがとうございます。読めないね。トラブリュートラブリュー、トラブリュー、へえ、初耳です。めっちゃ目が乾燥してきた。眠たいと余計目って乾燥するよね。瞬きが減るけんかな。燃えゼリフ対決、燃えゼリフは演技じゃないよ全然演技じゃない。燃えゼリフは燃えゼリフだよ、演技という部類じゃない。だからないはずだから絶対ないはず。朝香さん金魚、ポポさんバラ、スケさんバラたくさんありがとうございます。バラバラバラ、ちょっとずつ広島弁に染まってきてる。染まっとるんかな、分からんや。なんかでも割と博多弁残っとるままとも思うけど、ちょっと広島弁っていうか、なんかいろんなのが混ざってる気がする。でも今まで会話でなんとかやったじゃん、じゃんっていうことなかったのに、じゃんっていうことがちょっと増えた気がする。なんとかだった、なんとかやったやんの方がなんか言うこと多かったのに、なんとかやったじゃん、じゃんじゃんって感じ。なんか標準語になってきた。あの、まあ、やんでも伝わるけど、ちょっと標準語に近づいてる気がする。広島弁が映ることはないかな。なんかジャケとかそんなのは使わんけどがまあまだ博多弁なんやろうけど、
なんやろうけども博多弁なんですけどね多分九州なんですけど、そうなんとかじゃんじゃん。福岡の人にはやんやんやんって感じやけど、ブチ使わん、なんかもう伝わらんかったりするけん、多分それを伝わらんのを避け、伝わらんっていうのはめんどくさいけん、もう伝わらんのを避けて普通になんて、なんかもう標準語にして話し、無意識のうちに標準語にして話しとるのかもしれん。かなって思ってます。2期生割といろんな、いろんな地域の人が多いから。割とみんな自分の国じゃなくて自分の県の言葉を結構主張して話してると思うみんな。たちまち使わないですね。博多弁ってちょっときついみたいな、博多弁と関西弁ちょっときつい感じにも聞こえるよね、やんやん言ったら。千葉さん、あ、でもなんかファンの人、サラの元々のイントネーションはファンの人やったけど、なんか千穂さんとかがファンの方はって、なんかファンの方っていうけん、そのファンの方をめっちゃ聞き寄ったら、たまにファンの人みたいなイントネーションになったりしたことがあるけど、ファン派なんですよパンと同じ感じ、サラはファンの方、ファンじゃないんですよ。博多のイメージあんまりない。まあでも敬語で話す人に博多弁ってあんま出ないから、博多弁で話す、方言で話そうとしたらタメ口系やけんかな。バリ、そうバリをなんか使わなくなりました。そうバリって使いよったけど使わなくなった。ダイソーのイントネーション、サラはダイソーです。ダイソーってことよね、多分ダイソーとかかもしれんけど、ダイソーですダイソー。でも多分公式はダイソー勝手に公式はとか言ってるけど、ダイソーで流れとるアナウンスとかではダイソーへお越しいただきとか言っとるけん、多分本当はダイソーなんやろうね。けどサラはダイソー派です。ダイソーね、タイギーって言葉も広島に聞いて初めて聞いた。バリね、バリあんま使わなくなった。
そう、ダイソーへお越し、ダイソーへって放送とかではよく聞くよ。ダイソーでよく流れる。あ、なんか今そんな甘声ではんけど、なんかわかる。ダイソー、ダイソーっていう流れるやつがあるんですよね。そう、なんかそれが流れて、なんかダイソーへ お越しいただきどうのこうのって言うんですよ。ダイソーっていう、なんでダイソーの話しよるかわからんけど、こんなダイソーをめっちゃこんな連発しとったら、なんかダイソーって何ってなってきた今なんか言い過ぎたり見過ぎたりしたら、なんかもう逆にわからんくなるものって多い。日本語とかもなんかひらがなのぬとかももう30回ぐらい書いたら、これは何なんだってなるじゃないですか。その感覚と一緒。言い過ぎたらもう分からんくなる。関東では聞けないやつ、ダイソーダイソーのやつ福岡限定とかある？本当はもっと高いんですよ。ちょっと今出らんけど、ダイソーダイソーっていうやつ。サビちゃんはダイソー行くのって最近は行ってないな。なんか広いダイソーとかを見るのは好き。博多駅にあるダイソー、福岡の博多駅にあるダイソーがもう本当に広いんですよ。もう本当に広くて、もう何がもう何でもある。もう本当にもう一つのものがもうめちゃくちゃ種類あるぐらいあるから、そのくらいあるから、なんかね、百均をたまーにもう端から端まで見るの好き。特に買うものはないけど特に買うものはないけど見るのは好き。ね、ダイソーも進化したよね。ウッチーさん、ギフトありがとうございます。でもそう、最近はね、100均でももう200円、300円、500円、800円、1000円とかあるからねもう100均とはってなるぐらい。見たら欲しくなる。なんか欲しくなる時もあるけど、でもなんか冷静に考えたら、なんか別にいらんかなってなってやめたりする、買うのそう、冷静に考えた時に、あ、これ別にいらないなってなってみたいな、あるある。確かにもう均一ではないね。100円均一ではないね。もう完全に均一ではないですね。だいたい100円お店って感じ。だいたい100円だいたい100円のお店。大人サラピちゃん、サラピちゃんなんか、レジでびっくり。まあね、それは確認不足っていうことになるよね。確認不足。逆に悲しいのは、普通に雑貨屋さんとかで買ったのに、100均に行って普通にもうほぼもう見た目何にも変わらんぐらいのものが100均に売っとったら、なんか
自分が持っているこれも100均に見えるんだろうなと思って悲しくなる100均すごいなともなるけど悲しくもなる。昔あったのそんな番組って、たあ、あった、なんだっけ、あのこの商品100円ですかみたいなやつ。でもサラがもうちょっとちっちゃい頃は100均も105円やったのに、今じゃ110円、10個買ったら1つ商品代になりましたね。羽飛び、羽飛びか、懐かしい。羽飛び、まあ確かに計算はしやすいけど計算はしやすいけども計算しにくくていいから、え、105円の、105円は計算しやすいしお安いじゃないですか。108円よりは110円の方が計算はしやすい。サラサラうちはメイドインダイソー、うちはね、ダイソーでもいいよね、100円のものを集めて。便利な世の中。おとさん、かわいいギフトありがとうございます。昔は本当に100円だった。そうなんだ、いいね、それが本当の100均ですねそれが本当の100円ね。もう何年か経ったら150円とかになってるかもしれない。もう100、150円以上になったから、もう150円ぐらいになったら、140円より上はもうそれはもう100均って言っちゃダメだと思うもうそれはもうダメだよ。それはもう150円均一って言ってもらわんとダメだと思います。台湾チームさん、チンアナゴありがとうございます。7匹下も雨、うん、梅雨のように雨が降って、サラが覚えてるのは105円からの時代、105円の時代です。105円の時代かな。確かにもう100均っていう名前じゃなくなるかもね。100均っていう名前というか、もう100均っては言わずに、もうダイソー、キャンドゥとかさ、もうそういう風になるかもね。もうお店の名前って感じで。かっこゆうちゃん、チンアナゴ10匹ありがとうございます。ピキなの？次なのがってピキ？ピキかな？あ、じゃあ58分になったので、
ランキングそろそろ読もうかな。まあ、百均というか、まあ何でも屋さんって感じ。何でも屋さん、何でも揃っているお店って感じ。早い早い。でも9時までに終わらないと七並べをしたいからさ。七並べ、あ、七並べは配信で何回かやればいいのか。じゃあ9時1分24秒から七並べします。1回とりあえず1回9時24秒にしよう。もう1分待ってられん。1分無駄にしたくないので21時00分24秒に押します。でも今入ったらね、跳ね返されるから。昔に比べて高くなったものもあるけど、安くなったものもある気がします。ほう、まあ、例えば何やろ。最近当たらない。あ、なったなった。18、19、20、21、22、23、24。3皿。今早打ちのやつが合っているんですね。早打ち好きですよ。今日1位でした1位でした。じゃあ3分24秒にもします。まああとやって2回かな。3分24秒1位でした。3分24秒、私も参加したいです。参加してください。ソーヤンさんギフト、王さん小判ありがとうございます。サラピンめっちゃ並べ強いね。強くないですよ。なんでそういうイメージがあるんやろなんでか分からんけど、よく言われるけど強くないですよ。本当に決して強くないと思っておりますよ。
じゃあ塾20、21、22、23、24、惜しい、また3ですね。普通9時台はね、やってる人多いのでね。対戦すると大体負けへんでと。いいですね、意気込みが良いと思います。2位ですね、見えでした。じゃあ6分24秒、ラストかな。1位率なんか下がったんですよね。前まで高かったけど下がった、28まで下がった。くそうなんです。まあ、そこはあんまり見らんけどね。甲子園のホテルと赤田さん、貝殻ありがとうございます。悔しそういや、そこは特に見てないけん、気にしてないからあれやけど、配信でたまに切られた時に見るぐらいやけど、20、21、22、23、24、お、全員そう、なんかね、前一時期30%以上あった気がするんですけど、でも今月はそんなやってないかも。ゴールデンベッドタイムとボーナスタイムを時間ある時にやっとるぐらいで、先月とかほどガチガチいってないので、戻ったかな、訪れとったらしいですね。
2位でした2位でした。じゃあ9分24秒本当の最後です。これは本当に最後、本当の最後を9分24秒にして終わります。本当の最後です。3回連続4位でしたって、はは。忖度してもらえてるって、だから忖度をしてくれる人はなかなかいないんですよ。もうみんなガチガチのガチよ。メンバーとかもう何も関係ないしよ、もうみんなガチガチで勝ちってます。9時台とかはね特にね、みんな忖度したくないよね推しのためには。21、22、23、24、あ惜しい。忖度しづらい、いや分かるけど、なんかもう明らかそこ一回パスしてくれれば